はい、こんにちは、レトスの野です。8月12日の3問に入っていきます。 A の被用者 B の行為が B の職務外の行為で C が損害を被った。 C は職務外であることを知らず、そのことに関して重過失があった場合、C は A に対して使用者責任を追及することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、C は、職務外であることを知らずに重過失だったと書いてありますので、使用者責任追及することができません。よって丸ですね。 A が使用者で、まあ、会社というイメージです。で、 B が被用者、従業員というイメージですね。で、 C が被害者と、まあ、こういう状況で B が C に対し不法行為を行った、これについて職務外だったと。で、 C さんは、まあ、被害者 C さんですねが、それについて悪意または重過失があった、そういった場合っていうのは、もし B さんが見た感じ業務の範囲内だったとしても、まあ、職務外の行為だったんですけれども、見た感じは業務の範囲内だったとしても、 C さんは悪意とか重過失があると使用者責任は追及することができないんですね。まあ、このあたりは基本的な内容なので、必ず解けるようにしておきましょう。で、問い2ですね。監督処分です。都道府県知事は宅建業者に対して業務停止処分をしようとするときは聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは聴聞を行う必要はない、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。免許検査っていうのは免許取り消し処分じゃなくて、指示処分、業務停止処分をするときも聴聞を行わないといけません。つまり、監督処分する場合はこれ聴聞必要だってことなんですね。なんで、今回の問題でも、指示処分をするとき、これも聴聞必要なんですよ。でも、業務停止処分のときももちろん聴聞必要です。なので、誤りだということです。で、じゃあ聴聞って何なのかというと、これ言い訳を聞く場ですね。言い訳を聞く機会と思っていただければと思います。まあ、宅建業者に処分をする前に、事情をちゃんと聞くって話なんですね。で、事情を聞いた上でちゃんと処分下しましょうっていう話ですよ。そして、この聴聞の審理、これについては公開で行います。まあ、秘密で行うんじゃなくて、まあ、公開して行うということなんで、これも合わせて覚えておきましょう。で、審理って何かっていうと、まあ、役所の担当者が処分を受ける者から意見を聞くってことなんですね。その聞くことを審理って言います。まあ、このように重要ポイントをちゃんと合わせてね、覚えていくことで記憶力が大きく高まります。そのため、覚えることが多い宅建でも、まあ、十分覚えることができるようになるんですね。この重要ポイントを合わせて覚えていく、これが効率的な勉強法の一つなんで、ぜひ実践していきましょう。で、問3です。土地区画整理組合は仮勘地を指定しようとする場合においては、あらかじめその指定について土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。で、この問題出たら絶対に取っていただきたいんですね。なぜなら、土地区画整理審議会っていうのは公的機関が施工者の場合に設置される機関なんですよ。今回施工者っていうのは公的機関ではなくて土地区画整理組合ですよね。これ民間ですよね。よって土地区画整理審議会の意見を聞く必要はないんですね。土地区画整理組合の施工の場合、総会等の同意が必要になってきます。まあ、よって誤りっていうことですね。まあ、今回の内容っていうのは市販のテキスト類には小さくしか書いてない場合が多いんですね。でも、これ非常に重要な部分なんですよ。なので、ぜひ頭に入れていただければと思います。そして、今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。